フワンホセ・サエールは、アルゼンチンの著作家。小説12冊、短編集5冊、随筆集5冊、詩集1冊を残した。作家、文芸批評家のマルティン・コウアンによれば、サエールは20世紀アルゼンチン文学において、ホルヘルイス・ボルヘスに次いで、最も偉大な作家である。文芸批評家のベアトリス・サルロによれば、 サエールは20世紀のアルゼンチン文学において最も重要な作家である。1937年にアルゼンチンサンタフェ州のカンソンセロディーノにシリア系移民の子として生まれる。1947年に家族とサンタフェ市へ移住し、卒業後そこで雑誌記者として働き始める。その間、ウゴゴラの指導のもとに様々な作家と接触し、やがてさ、 エールの作品に決定的な影響を与える詩人、フアン・ラウレンティのオルテイスと知り合う。1959年に、ロサリオ大学哲学専攻を中退し、国立リトラル大学で映画史と映画美学を教える仕事につき、その間創作に従事する。1960年、領域にて途絶えされた彼の最初の短編集が、出版される。1964年の、 実績と1966年の逆転はいずれも実存主義の強い影響を受けた小説である。1965年には短編集、冒頭、骨、1967年にはやはり短編集、場の単一を出版する。1968年にヌーボーロマン研究の名目で奨学金を得てパリへ旅行し、以後フランスに定住する。その間、 ビビカステシャロと離婚し、ロランスグガンと再婚する。サエールによると、その時代は、人生の最も困難な時間だったという。前妻との間に設けた息子へ、ロニモとの別ツや、アルゼンチンの政治的状況がその理由である。1971年から2002年にわたって、レンヌ大学で文学を講義する。70年代、サエールは最も評価の高い作品を書く。 代表作に、昇魂、見事なレモンの木、ラマショル、語りの芸術。80年代は、実験的な作風の作品を出版する。代表作に、誰も何も決して、孤事、注釈、後期。この作品で、彼の名が知られることとなる。90年代の代表作に、騎士がないかは、操作、雲といった、長編小説のほか、評論集、フィクションの概念がある。 2005年に、肺がんのためパリで没する。死後の2006年、ラングランデが出版される。サエールは、ラテンアメリカの分断において傍観者としてあり続けた。中でも、ラテンアメリカ文学ブームの作家たちに対しては、迎合することなく、批判を行った。サエールの作風は、客観主義、推理小説、複数の語り手ないしは、視点の使用に代表される伝統と、 私的な最新が散りばめられた三分の融合であり、その作品からは同じ人物を違った作品に登場させるフィクションの創造を得意としたウィリアム・フォークナーの訓当を読み取ることができる。また脚本家の顔も持ち合わせており、同名の短編集から制作された棒や骨と土星の歩道では脚本を担当した。サエールが批評家の注目を集めるのは死後のことである。 自身の作品に出てくる土地や故郷のテーマに関して、サエールは抽象的観念としてのナショナリズムを批判しつつ、こう述べている。そしてそれにもかかわらず、私たちは大部分が生まれた土地によって作られている。人間なる動物の最初の数年間が、以降の展開において決定的な役割を果たすのだ。母語は、彼が自らの現象を構成するのを助ける。 言語と現実は、その自分から、分かち難しいものになる。言語、感覚、情愛、情動、欲動、性。そういったもので人間の祖国はできているのであり、人間は絶えずそこに戻ろうとし、どこに行こうともそれをうちに抱えているのだ。古事、1983年、寺尾隆吉役推生者2013年、外からの目、アルゼンチンのゴンブロービッチ。 クノリョうい役デニクサ東京大学現代文芸論研究室、2013年、しょ1969年、大西良役彗星社2017年、さえル SLS クリートアマスレれべントで、アーゼンティーナデスプエスで、ボルヘスティエンポアルフェンティーノ、12.5、2017、ハットベアトリスサーロシーチュオ、エージュアンジョゼサエールイエヌラシーマデルキャノンリタラリオ、ポストボルヘステルム、 13.5、2017、浜田、和則、インファンティアファイアインジュアン・ホゼ・サエール、SL エンテなど、慶応義塾大学費予識を、言語、文化、コミュニケーション。 8 5 0百1一瞬0911から7229、https 1.2.ac.jp NAID 120006399266スラッシュ。ありがとうございます。